担当無名、貞ダ文化庁保管国宝貞ダ一説に、上和五年没かは、鎌倉時代末期の相模国の投稿で、正宗の子、または、養子と伝えられ、現存在名刀はないが、総集伝の代表的刀匠とされている。貞ダの名は、最古の刀剣書である、漢鎮本、名人に、初めて現れるの写本だが、本文には、 昭和五年に記載された内容を含む。そこには、正宗五郎入道邸、宗彦四郎左右門の上二人数とあり、直接の親子関係は示されていない。正宗との経符は、中一、中二以外に、文明十五年に書かれた、能は日本名人に、公州公牧二重館号、高木彦四郎、五郎入道氏と記され、現存在名刀はないが、実在の刀匠である。 また、文紀元年の、宇都宮名館に次のように記される。正宗、広光黒次郎、秋広常時頃、定宗彦次郎。また、天正七年、竹谷治安本には次のように記される。正宗、定宗正宗長尾彦次郎。広光道弟子黒次郎。能和美本以下三つの経図は、定宗在世時の150から200年後のもので、 貞宗に罪名刀がないので傍傷になるが、マ宗の弟子であり、子、または、養子と伝えられる。貞宗の鑑定は、マ宗や、その死神道五国光や、貞宗氏とされる秋広、あるいは特に初代新国、上記刀剣鑑定書に記されないが貞宗弟子とされる、刀匠などの刀や刀名年記により行われている。貞宗の作刀は、 元来長寸の太刀であったものを後世に磨く上とした刀のほか、短刀、平作りの脇差しがある。刀は、キ子定宗のような身幅、切っ先とも尋常な作と、切っ先の伸びたものがあり、後者は南北朝時代に入っての作と思われる。短刀はやや寸伸びで重ね薄く、わずかに反りのついた時代の特色を示すものが多い。作風は、 マサムネの風を継いだニエの美を追求したもので、典型的な作風は次のようなものである。地鉄は昇番目肌積み、地にえよくつき、地形仕切りに入る。波紋はワンレを主体に、互いの目を交えるものが、典型的で、波中に金筋、砂流などの働きが盛んであり、匂い口深く、小煮えつき、地場ともに明るく冴えるものである。全般に、マサムネに似るが、 恩恵な作風で、正宗ほどには、地形や金筋の目立たないものである。無名担当、物吉貞宗や、無名伝正宗脇差しに見られる、不動明王、薬師如来主子や連大などの彫り物は、正宗のお辞退い坊や正宗の死神道五国光の、系統につながり、弟子とされる、深国に受け継がれる。刀無名、正宗重要文化財担当無名。 サダムネ重要文化財、サダムネの現存作等には、罪名ものは解無である。主名、サダムネとあるのは、西部系無名の担当に、本阿弥家が、ール氏で、官邸名を入れたもので、サダムネ本人の名ではない。文化庁による、所在確認調査の結果、所在不明とされた物件については、所在不明とした。AB 本学寺加古町から、 ま宗むね22世今後の山村綱博が記した、東証の秘密原種 P28 インシッド BN03943899、奥義広国、田中九子人氏、今井紀氷栄、斎藤昌平、勝村自衛門、古東名人大善、1792年。インシッド BA7015971X。AB 国立国会図書館の記帳書。 応仁30年の写本 http コロンスラッシュスラッシュ r w a r e b o o k、ok. n d l g o j p スラッシュアミ本名人刀剣博物館像以上の刀剣古伝書に関する記述は小笠原忍馬宗で施設の成立過程古今名人開発の諸条件東京国立博物館研究史第497巻東京国立博物館 1992年8月28ページ、0度400億22,445による AB 小笠原忍 1992P23 解説版新指定重要文化財6工芸品3毎日新聞社 1982P391 から393伊藤光鶴刀剣に見られる盆字掘り物の研究 投稿と、主言道の関係、大塚匠芸者、1989年。シッド BA4330 万8351。ウェブサイト、刀剣ワールドに、一般財団法人刀剣ワールド財団にて保有の、日本刀として収録されている。国指定文化財の所在確認の現況について、国指定文化財の所在確認の現況について、 国指定文化財の所在確認の現況について、ありがとうございます。